再稼働の申請をやめてください。伊方原発の前には世界でも有数の活断層があります。南海トラフも近づいています。両方マグニチュード8以上の地震になるかもしれない、10メートル以上の津波が来るかもしれないと言われています。このようなところで原発を動かすということは、地元の人々私たちを見殺しにすることです。そうだ。当社といたしましては効率的な審査をしていただければなというふうに考えてございます。冬の需給非常に厳しいものですから、冬前に少なくとも1台でも、再稼働できればなという強い思いはございます。今回4基提出させていただきましたので、できましたら全部同時に審査していただきたいなと考えております。先日ながら言わせていただければですね、科学的合理的かつ効率的な審査をしていただければありがたいと考えております。やはり原子力の必要性といいますか、原子力を使ったことによる電力の安定供給、それから電気料金等を含めて住民の皆様へのご迷惑をかけないようにするためには、やはり原子力発電所稼働が必要だと考えております。避難道路も防潮堤もそういう免震等も含めてですね、全て先送りの中での再稼働になっています。それに加えて高浜3、4号はですね、プルサンマルといいまして、 MOX 燃料先月の、27日に高浜港に入港したんですけども、プルサンマルさえも合わせて再稼働に合わせて総化消化ってそういうふうな動きになっています。それに対して福井県の方はですね、防災計画についても5キロ圏だけを中心ということで、いまだに県としては30キロ圏にするかどうかすら決めてない、そういう一番集中している地でありながらこういう状態であります。だから住んでいる県民にとってみては、そういう中で不安というのがもういっぱい溜まった中で の日々の生活を送っております。再稼働をやっぱり止めるということは、福島の原発で被災された人に対する一番の、原発を動かさない出口の一番のエールになるかと思いますので、安全基準が全部クリアされる、そんなことありえないんですけども、クリアされたとしても私は再稼働を認めない。つまり今おっしゃってる何千世代にわたって巨大なツケを残す使用済み核燃料をね、増やしていくだけなんですから、再稼働すればするほど許されないと思ってますけど、これをやっぱり全体の世論にしていきたいなとは願っております。市民グループが毎週金曜日、北海道庁前、北海道電力ではなくて北海道庁の前で毎週金曜日反原発のアクションを起こしておりまして、そういうことも知事へ のプレッシャーになっていると思いますし、北海道は再稼働ではないですが、函館のから20キロの大間の原発が工事がストップしていたのが工事再開になっております。その中で函館市長が裁判を起こすということで非常に頑張っているところなので、そういうさまざまな函館市長をサポートする、あるいはまたこう知事 のはっきりしない態度にですね、北海道民から今100万人署名をスタートさせたところなんですが、北海道知事に突きつけていく、あるいは全国でですね、泉田知事をサポートするような動きを作っていくとか、これからの決定に重要な役割を果たす自治体の首長への働きかけというのが非常に重要であるというふうに私たちも認識しています。これだけ多くの被災者が今でもいるのに、そして日本の大半の人は脱原発を願っているのに、ましては危険な原発は動かしてほしいと思っている人は本当にいない中で、運転再開を強引に始めようとしているっていう、これは本当に倫理上の問題、深刻な問題だと思います。
で、日本の市民はやはりこういうことをずっと指摘してきて、多くの原発の新規立地というか新しい立地は止めてきました、この何十年間で。結局54基建設されたんですけれども、でも随分その歯止めをつけるために成果を上げてきました。で、この間ですね、やはり活断層だらけの断層だらけの日本をやはり市民が指摘して、そして良心ある学者も指摘して、そして多くの国会議員など、そしてメディアの方もこの問題を指摘してきて成果を上げていってます。ですから、この運転再開の動き、非常に非倫理的な動きに対して、絶対に日本中の市民がつながれば阻止できると思います。で、ここをもってみんなで本当にやっていこうということを決めてますので、ぜひやりましょう。